高橋早苗、テレビ朝日報道ステーションの批判を一蹴、記者会見で。8日に行われた高橋早苗議員の自民党総裁選出馬会見において、テレビ朝日の報道ステーションが次のような質問をしてしまいました。テレビ朝日報道ステーションの下村です。よろしくお願いします。靖国神社参拝の名言ですとか、選択的夫婦別姓反対について、批判的な声や懸念も上がっています。でそのお考えにはお変わりはありませんか？はい。私が靖国神社にお参りするのは、一人の日本人として、やはりどうしても国策に準じられた方の御霊に、尊崇の念を、また感謝の誠を捧げたいという、私が一人の日本人として、信教の自由に基づいて、参拝を続けていることでございますので、まあ、それを批判されてしまっているという現状があったとしたら、残念ではございますが、これは私の信教の自由でございます。このようになっておりまして、まあ、こちら日本においては、まあ、神社でもお寺でも教会でも自由に参拝できますので、それをですね、国会議員の方が行っても何の問題もございません。他国から、日本の敵国から批判が出ているからといって、そういった参拝の自由が、国民の自由が、権利が制限されてしまうとしたら、それは明確な内政干渉、人権侵害になってしまいますので、まあ、ぜひともマスコミの皆様には、まずは国会議員も含め、国民の皆様の自由、権利を最優先する形で、さまざまな質問なり批判を今後は行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。